はい、今日はコタです。実はコタくん2キロ痩せましたよって言ってもね、だいぶ太ってたんで59キロから57キロになっただけなんですけど、一番軽い時で51、2キロまで下がってたんで、そこから思うとまだ6キロ、7キロぐらい落とさないとなと思っております。なんだこれ。ということでちょっと痩せたのでね、久しぶりにメイク動画やろうと思います。しかも今回は女装です。女装、うん、行ってみよう。まずは肌からですね。いつもだと舞台の時はね、このリキッドファンデ、ケイトのリキッドファンデをこのフィニッシュパウダーで抑えてっていう感じなんです。結構汗かくから。でも今回はそんなにね、厚塗りせずに、うん、しようかなということで、前回韓国で買ったミシャのクッションファンデでちょっと塗っていきたいなと思います。まずは肌から、パカッと当ててポンポンポンとクッションに染み込ませて叩いていくようにして塗っていきます。はい、できましたか。うん、できたそうですね。はい、じゃあ目を、あ先にコンタクト入れます。なるほど。さ、一番最初に入れときゃよかった。その通りだ。無理、ちょっと無理無理。何が？コンタクトつけれない。コンタクト嫌い。もうめっちゃ涙出たし、もういい、もうつけない。コンタクトつきません。めっちゃ切れてますやん。いいもん、もう、もともとめちゃ色いし、いいもん、なんなん。はい、つけません。ということでアイメイク入ります。アイメイクね、はいはいはい。シャドウ塗っていきます。薄い茶色をまずアイホールというかね、広く塗って、左目もね塗って、でそれからより濃いシャドウ、茶色のシャドウです。今回はねルナソルですけども、目の二重幅のところに塗っていきます。はい、できました、イエーイ。はい、次はアイライン。アイラインはこれどこのかな、ケイトクイックアイライナー使っております。目頭から目尻に向けて引いていって、ちょっと目尻のところは跳ね上げるように描きました多分。はい、そして次はアイブロウ。アイブロウもこれケイトですね。ケイトのラスティングデザインアイブロウダブルだそうですね。まず眉の形に囲っていって、で形を決めてから中をこうペペペペペと描いてね、塗りつぶしていって、で反対側の方でブラシでちょっとぼかぼかすとうまいこといくわけですわ。でハイライトですか。ハイライトでもこれ眉の前にやるべきじゃね。これね、手順適当やからな。 T ゾーンに塗って、顎にも塗って、こう立体感を出すんですね。でエラの部分にはこうやって茶色い濃い色をね、濃い色を塗っていくんです。そうすることによってね、こう立体感が出ます。はい、次はチークです。チークは今回オレンジっぽいですかね。にっこり笑ってで、ピュッピュッと出たところにこう薄く塗っていきます。あんまりこう濃くしすぎないっていうのは大事ですね。特に女装メイクってことなんでね、濃くしすぎると女装します。はい、次はつけまつげ。つけまは普段はね、舞台では男のメイクだからしないんでね、難しいです。のりを、最初についてのりを剥がして、専用の液体というかアイプチでもいいみたいですね、塗ってで乾かしてしばらく待つとつく。うまいことをつけてる。ね、おー、ここで着替えますか。ここで着替える。いやいや、さっき着替えときやっていうね、手順ミスというやつですね。またね、はい、反対側を塗って乾かします。大丈夫かい。おなかなかよろしいのではございませんかね。ウィッグをかぶっていくたびネットをかぶるんですけどね、これはもう最後にね、最初にかぶっときやって思うんですけど、まあまあまあ、そう、それは仕方ない、今更ね。うん、そうだね、前にも見たことある絵ですね。ミシャのクッションファンデの動画かな。うん、こんな感じで、でかぶっとかぶりますと、はい、できました。自撮りだ、自撮りだ。あ、動画のご視聴ありがとうございました。ちょっと告知なんですけども、今回ね、この
京山幸太くんの妹のゆきこちゃんと、うん、ゆきこちゃんがね、僕じゃなくてね、妹のゆきこちゃんがね、ツイキャスにレギュラー出演することになりました。福岡さんのね、月亭ハット兄さんのお知り合いハットママのお店に入店して、そのお店の若い女の子という設定みたいなやつです設定じゃないですよ。他にも出演は桂チキンお兄さんのお知り合いで、なんか常連のお客さんと、その桂コキンさんのお友達でボーイさんと、この4人プラスさらにゲストとかも出るのかな。ラビアンローズというお店からのツイキャス番組があります。次回は6月6日の7時半、そしてその次は6月20日20ですね、多分同じ時間です。また動画説明欄に URL 貼っておきますので、ご視聴よろしくお願いします。ハットママにお悩み相談というのが趣旨の番組なのでね、どんどんコメントとか書いてお悩みも送ってください。もちろんゆきこさんも、京山幸太の妹のゆきこさんも相談に答えると思います。ご視聴よろしくお願いします。